はい、今日もオープンのトークから始めたいと思います。まあ世界は大変なことになっているようです。そのようなご質問やメッセージ問いがたくさん来ております。今世界は大変なことになっています。世界を支配しようとする人々 の、 人口削減とかパンデミックとかとても怖いです。人類はこれからどうしたらよいのでしょう。そうですね、分離の世界の中で分離を信じた人類が奪えるものというのは人間が作り出したもののみであると私は感じます。天がくれたもの、万物が、神々がくれたもの、与えてくれたもの、自然界の美しさ、神羅万象の素晴らしさは決して奪えない、そのように思います。若き日与論島のプリシアリゾートというのを作った時の前のことなのですが、まだできていない時に神々と、いやまた天との約束のもと作ることになった時、建設中の時にビーチで、百合ヶ浜というビーチで寝ていました。何日もそこにいてウニを取って食べてビーチで寝ていた時の幸せというのは、出来上がって青年実業家としてバリバリやってた時よりはるかに幸せでした。自然界がくれたもの、すべて素晴らしいものです。分離社会、エゴ社会が奪えるものというのは所詮分離社会が構築したものだけです。また自我や肉体、しかし素粒子レベルの愛や本質、一体の喜び、至福、それは決して奪われることはありません。ただ自らそれを差し出し自我世界やエゴ世界に順応するなら、その野心や野望やその保全によって人が苦しくなってしまうのは必然であることでしょう。まあ長い間授業をやってきました。私が望んだものはいつでも何もかも失って西表でも行って、カヌーでもカヌーの先生にでもなるか、ちっちゃな民宿でもやりながら自然界と共に暮らせたらいいな、何もかも失ったらそれがいいな、そんなふうにいつも思ってきましたが、一度も叶いませんでした。これから叶うでしょうか。ある意味ダメになることを待っていましたが、ダメになることがありませんでした。自然界に戻りたい、自然界に合った生き方をしたい、自然界から素晴らしいもの、地位や名誉、資格、ありとあらゆるもの、人間界が作り出したもの、私はいりません。
人間が作り出したものに価値があるとは思えません。人間が作り出したシステム、それが金融のシステム、僕はよく内容が分かりませんが、ありとあらゆるシステムに興味がありません。私たちは天の万物の自然界の公務員です。生まれながらにその子供です。その子供たちが美しいハートで安らぎと愛しさと日だまりのような子供の時からの至福というんでしょうか、そんなものこそ宝で、まあそれがいつでもある。何を奪われようが、何を失おうが、大地が裂けようが、星が落ちようが、神の子、万物の子、あらゆる人々が、この世界のあらゆるものがそうであり、それさえ失わなければ、いやそれは決して失われるものではなく、人の本質であり万物の本質であるゆえに、それが消えることは決してなく、その祝福を自分が手放さなければ、その中で安らいで暮らせる、それほど素晴らしいことはないんじゃないか、そのように感じます。何を奪われても、何を失っても、永遠に永遠に万物の子、神々と共に、愛と共に、素粒子の海の中、永遠に旅をする、それが本当のリアリティで、人間の作りごと、人類の作りごと、人間が恐怖の中で、分離の中で、自我の中で、肥大脳の中で作った悲しみ、そのようなものに、お前はどうなのだと聞かれたら、興味はありません。そこに価値があるとも思えません。どんな時も愛を貫き、どんな時も祝福を、真の繁栄や真の成功を、万物として、素粒子として、真の至福や幸せや成功や繁栄は、それを貫く時にきっと合うのだろうなと感じてなりません。私たちが古代から日本の建国の父も含めて古代から教えてきたことは、そのような大自然の自然界の神々の和する思い、一体の思い、愛の表れとしての美しさではないでしょうか。それはとても価値があるもので、そこに全ての喜びや至福、幸せが合うのです。それを失ってしまった同胞は悲しみです。みんなに幸せになってもらいたいし、それを取り戻していってほしいです。人類が本当にそれを取り戻して、真の幸せや人知を超えた人間界の破壊や分離を超えた、支配や霊俗を超えた愛の安らぎ、神々の安らぎ、真の自己の喜び、自我を超えた自我の終焉の愛しさや、また謙虚さや、また負けることの美しさや、恥かくことや笑われることを愛するときに、失うことを愛するときの喜びを、そのときに何も失われない本当のものがそこに存在することへの喜びと、それを人類が取り戻すならば、
っとあらゆる人が幸せとなり、人類は美しき動物たちとともに、自然界とともに、大地や花々や木々とともに素晴らしい人生を送っていけるんではないかと私は感じてなりません。私たちは決して真に美しきものを永遠に失うことはないのです。またお会いしましょう。あとはクローズされた空間で。